カルロス・ジョルジュネとマルティンスは、ポルトガル共和国ポルト県、オリベーラ・ドゥ・オスピタル出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。スポルティング CP8 歳の時に、スポルティング CP の下部組織に入団したが、不祥がちなことや、伝統的な基準を逸脱した、プレースタイルなどから、ほぼ毎シーズン。 トップチームに引き上げる基準に達していないと判断された。2001年には SC、カンポマヨレンセにレンタル移籍し、そこでスーペルディがデビューした。2003年1月にはアカデミカコインブラにレンタル移籍して半年間プレーした。2005から06シーズンはやんちゃな性格が練習で存分に発揮された。その上、常にフィジカル面での問題を抱えていたが、 わずか13試合の先発出場ながらに得点を上げている。才能を無駄にしているとみなされ、守備能力とプロ意識の改善が必要とされた。規律に反する振る舞いを繰り返したため、2007年2月、パウロ・ベント監督は、マルティンスの契約が残っているにもかかわらず数ヶ月の間を縁違いとした。レクレア・ティーボこの問題児にとっては、海外移籍が唯一の選択肢であり、 2007年6月、スペインリーガエスパニョーラのレクレアティーボエルバニー移籍して再起を図った。2007から08シーズンは32試合に出場して6得点を挙げた。彼は、エスタディオヌエボコロンビーノに集うサポーターのお気に入りであり、メディアやサポーターによって、レクレアティーボのスティーブン・ジェラード、カルリートスというニックネームが付けられた。 ベンフィカ2008年7月1日、SL ベンフィカと5年契約を結んだ。遺跡金は300万ユーロであり、40%が、レクレアティーボに、40%が、スポルティング CP に、20%が、選手自身に支払われた。2008から09シーズンは、決して不可欠な選手というわけではなかったが、レギュラークラスの選手として起用され、 タッサダリーガのビトーリア・ギマランイス戦で初得点を挙げた。2009年3月21日に行われた同大会決勝のフルススポルティング戦では PK 戦で PK を決めてタイトルを獲得した。2009から10シーズン序盤は怪我が頻発して先発メンバーを外れることが何度もあったが後半戦には復調して顕著な成績を残した。 2010年3月21日、前年の決勝からきっちり365日後に、タッサダリーが決勝が行われ、FC ポルト相手に30メートルの距離から直接、フリーキックを決めて、優勝に貢献した。2011年8月13日、スペインプリメイラディビシオンに昇格したばかりの、グラナダ CF に、レンタル移籍した。ベレネンセス2014年9月16日、 契約満了により、ベンフカを退団し、翌月、1年契約で CAF、ベレネンセスに移籍した。2016年に現役を引退した。U-21 ポルトガル代表や U-23 ポルトガル代表に招集され、2004年夏には UEFAU-21 欧州選手権と、アテネオリンピックの両方に出場。2006FIFA ワールドカップ後、 UEFA ユーロ2008予選のフィンランド戦とデンマーク戦のためにポルトガル A 代表に初招集されデビュー戦では申し分ないプレーを見せたその後は4年近くの間滅多に招集されることはなかったが2010年9月の UEFA ユーロ2012予選デンマーク戦とアイスランド戦に向けてかつてスポルティングでマルティンスに手を焼いたパウロベント監督は 再び彼を招集すると、2戦ともに先発出場し、共に3から1で勝利した。2011年11月15日、UEFA ユーロ2012予選のボスニア・ヘルツェゴビナの試合当日、3歳になる息子が、再生不良性貧血という病気であり、骨髄移植が必要であることが明らかにされた。ありがとうございます。